パナソニックパンサーズは大阪府平方市を本拠地とするパナソニック男子バレーボールチーム。旧チーム名は松下電器、パナソニックパンサーズ。2021から22シーズンは V リーグディビジョン1に所属。1951年に松下電器産業社内で発足。日本リーグに第1回大会から参加。チーム名はパンサーに パナソニックの最初の3文字をかけていて、また、獲物を狙うヒのような性感で敏昇なプレーと、ボールがコートを駆け抜ける様を表現している。チームロゴも表であり、社内有志によってデザインが描かれた。チームマスコットは黒ヒのパナ基地であり、背番号は88、出身地はチーム本拠地である平方市に設定されている。 練習場は大阪府平方市のパナソニックアリーナであり、見学が一部可能である。そこで V リーグのホームゲームも開催される。ホームゲームは他にサブホームタウンである福井市や沖縄市でも開催される。1951年にチーム設立。松下電気産業社内のバレーボール好きが集まって大阪府の大会に出場するようになったのをきっかけである。 1953年の全日本実業団選手権で全国デビュー。1956年の全日本総合選手権で初タイトル獲得。1964年には都市対抗全日本総合国体全日本実業団選手権の四冠独占を達成した。 1967年より日本リーグに第1回大会から参加し、常に優勝争いに参加しながら4大会連続の準優勝。1971年の第5回大会で念願の初優勝を飾る。当時は平岡哲夫監督のもと、木村健二、野口康弘、横田忠義らの各選手が活躍。 その後チームは低迷の一途図をたどり2部リーグの実業団リーグに3度降格するなど苦しい時期が続いていた。1992年に日本リーグへ1年で復帰した際にチーム名を松下電機パナソニックパンサーズと命名した。2002A3V リーグで元新日鉄ブレーザーズの真鍋松義の入団や日本代表の山本隆弘 ブロック賞の北川雄介の活躍で優勝争いに加わり、同シーズンと2003、04シーズンには連続3位。2004、05シーズンは4位と振るわなかったが着実なレベルアップが進んでいることを印象付けた。2006年、チーム名から松下電機を外し、パナソニックパンサーズとする。2007年に南部正志が監督に就任。そして、二千七 08V プレミアリーグで1971年以来36年ぶりに優勝を果たした。2008年のクロ旗大会でも10年ぶりとなる優勝を果たし2冠を達成した。2008年北京オリンピック代表に選出された新人コンビである清水邦博と福沢達也が内定選手として入団。2008、09シーズンは V プレミアリーグは福沢が 新人賞を獲得したものの4位と振るわなかったが、クロワシバタは、新人コンビの活躍で連覇を達成した。それに続き、2009、10シーズンでは、天皇杯全日本選手権大会、V プレミアリーグ、クロワシバタで優勝し、日本バレーボール史上初となる3冠を達成した。同時にクロワシバタ3連覇も達成。2011、12シーズンも、 天皇杯で優勝し、V プレミアリーグも優勝決定戦で、フルセットの熱戦の末にトーレアローズを破り優勝。黒は柴田でも優勝して2度目の3冠を達成した。2012、13シーズンは日本代表に大きく貢献しつつ、パナソニックも牽引してきた山本隆弘と宇佐美大輔の最後のシーズンとなった。しかし、天皇杯は制覇したものの、 V プレミアリーグはファイナルで、堺ブレイザーズに敗れ準優勝となり、宇佐美と山本の現役最後の V プレミアリーグを優勝で飾れなかった。黒は柴田でも、決勝でサントリーサンバーズにフルセットの末敗れ、準優勝となり、山本の現役最後の大会も優勝で飾れなかった。2013年11月、ブラジルで開催された世界クラブ選手権2013にワイルドカードで出場。 2013-14シーズン V プレミアリーグのファイナルで JT サンダーズに勝ち2シーズンぶりの優勝を果たす。黒は柴田でも決勝で JT に勝ち2年ぶりの優勝を果たした。また、7シーズンチームを指揮した南部正氏が2014年度より日本代表監督に就任することとなったため、当シーズンをもって監督を退任した。2014-15シーズンにより、 昨シーズンまで現役だった河村真司が監督に就任。しかし、チームはやや低迷し、優勝から遠ざかる。リーグ戦だけでなく天皇杯とクロワシバでも、準優勝以下に止まりタイトルから遠ざかる。2015-16シーズンにより、清水区二広の出身地でもある、福井市でもホームゲームが開催されるようになった。2016-17シーズン。 ポーランド代表のミハウ首役が入団。同シーズンは怪我人が多く出たことで終盤に失速し5位に甘んじた。誰が出ても勝てるチームを目指す上で課題が残るシーズンとなった。2017-18シーズン、2017年9月3日の近畿総合選手権大会で勝ち進み決勝を控えている時に2016年まで現役だった OB。 谷村隆の不法が入り、チームに衝撃が走った。チームは谷村のユニフォームをベンチに置いて、シーズンに臨んだ。谷村のユニフォームに奮起を促され、12月の天皇杯で苦闘を続けながら5年ぶりの優勝を果たす。河村大成になってから4シーズン目にして、待望の初タイトルだった。リーグ戦でも早い段階で、レギュラーラウンド1位を決める。そこから、 戦力調整を行いながら戦ったが、主力5人をレギュラーから外して臨んだ2018年1月27日の東レ戦が V リーグ機構規約第19条違反対象とされ、制裁金100万円、始末書提出などの処分を受けた。ファイナル6でも3連勝し優位に進めるが、2018年2月18日の JT 戦の第1セットに清水が、 右前十字人体損傷の重傷を負う大きなアクシデントが起こり厳しい状況となる。ファイナル6の残り2試合を連敗するが、レギュラーラウンドの貯金が生きてファイナル進出が確定する。清水を欠く中で臨んだファイナルで豊田豪成トレフェルサに連勝し4シーズンぶりの優勝を果たした。その後の第67回クロ旗大会でも、 清水を欠く中で優勝を果たし、谷村を意識して戦ったシーズンに3度目のシーズン参観達成となった。2018から19シーズン、V プレミアリーグに代わり新生 V リーグが誕生。そのシーズンから、以前から交流がある沖縄市でもホームゲームが開催されることとなった。また、当シーズンより、福井市と沖縄市が正式にサブホームタウンとなった。そして、 一年目となる V リーグディビジョン1で優勝を果たし、昨シーズンの V プレミアリーグに続き連覇となった。また、2019年を ABC アジアクラブ選手権に出場することとなり、優勝まであと一歩のところでイランの強豪に赤敗し準優勝。2019から20シーズンは V レギュラーラウンドで24勝3敗の好成績で1位となり、 ファイナル進出を確定させて3連覇にリーチをかけた。しかし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ファイナルを無観客で戦うこととなった。そのファイナルで、V レギュラーラウンド終盤まで1位を争っていた、J テクト・スティングスにフルセットの末敗れ、3連覇を逃した。当シーズンをもって、6シーズンチームを指揮した、河村真嗣が監督を退任した。年、 河村の後任として、フランス代表監督のロラン、ティリが新監督に就任。ティリ体制1シーズン目となる2020から21シーズン V レギュラーラウンドで、昨シーズンファイナルで敗れた因縁の J テクトには4戦全勝とし、雪辱を果たしたが、サントリーに4戦全敗を喫し、サントリーに首位独走を許した。レギュラーラウンドを2位で終え、 ファイナル3も勝ち4シーズン連続のファイナル進出を果たすが、ファイナルでもサントリーに勝つことはできず、2シーズン連続の準優勝となった。深津秀臣は、今シーズン、サントリー3は、すべてが断突だった。サーブで崩してもしっかりと決められて、なかなかブレークが取れなかった。と脱帽し、ティリも、打開策が少なかったと評した。日本リーグ、 実業団リーグ V リーグ、実業団リーグ V1 リーグ V プレミアリーグ、V チャレンジリーグ V リーグ、ありがとうございます。